はい、こんにちは。今日はですね、ハントショーダウンっていうね、ゲームが、週末フリープレイでプレイできるようになってるんで、早速ゲームやってるんですけどね、このゲーム、なんか、デッドバイデイライトっぽいんだよね、なんかアイコンとか UI が。まあ、全然ゲーム性は違うんだけど、まあ、さて、どんなゲームかと言いますと、まあ、簡単に言うと、この、まあ、村、この世界にいる、怪物を退治して、その倒した証を持って帰ってこいっていうね、まあミッションコンプリート型のゲームですね。で、まあゾンビとか怪物とかその辺にうようよしてるんだけど、その親玉。今回なんだこれ、ボスが二人いるのかな？クモと、ブッチャーというね、二人のボス。まあどっちかでいいんだけど、どっちか倒して戻ってこいっていうミッションでございます。で、今二人でプレイします。結構世界観がね、古いのかな？なんか武器とかもね、そんななんかサブマシンガンとかじゃなくて、おっと！単発の。おっと、ヘッドショット決めていく。単発のね、武器で、もう結構絵綺麗でしょ、これ。雰囲気がね、出てるんだよ。で、このなんか、このモード、なんかこの、サーチアイっていうのかな？これを使うとね、そのボスにたどり着くための痕跡っていうのが、まあ、痕跡の場所がわかるんだけど、このね、痕跡を3つぐらい見つけたらボスの居場所がわかるのかな？あ、今味方が突っ込んでる青いね、ギラギラしたところが痕跡なんだよね。あれを3つ集めてボスたどり着いて倒して戻ってきたらクリアみたいなね、そんな感じのゲームでございます。でね、マップにある色々なアイテムを駆使して倒していくわけですけど、結構ね、敵が強いんだよね。あとは、今2人でプレイしてるんだけど、知らない人とね。このマップには合計10人かな？ 10 人、5チーム。5チーム10人いて、全員敵なんですよ。もっと？ほら、ハンマーでぶん殴りすぐ。ほら、ハンマー弱っ。ちょっと待って。うわ、使いにくい。ちょっとやばいやばいやばい。これ普通の敵強いんだよね。しかも結構走ってくんだよ、こいつら。うわ、痛い。ちょっと待って、助けて。ちょっとやばい。いきなり。やばいやばい。ちょっと待って、逃げろ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 。うわ、死んだし。キルドバイグラント。 はい、そんな感じでね、囲まれるとすぐにやられちゃいますね。さあ、味方は？味方もしかして戻ってきてくれるかな？完全に地雷でしょ、俺。あ、戻ってきてる。超地雷でしょ。これね、単発だからね、難しいんだよね。チャンス狙って、ほら、外しちゃった。おーっと、ハンドガンで決めていく。ほんとね、ちゃんと頭狙わないと。さっきのハンマー弱っ。あ、起こしてくれるかな、これ。おー、ありがとう。助かったぜ。恩に着るぜ。ちゃんと働いて、この恩は返しますんで。まあ、そんな感じでね、こんな。まあ、ルールはさっき説明した通り、敵が強いんでね、弾もね、そんなにないんだよ。道にある弾とかを回収しつつね、攻略していくっていう感じになりますね。で、ライフはね、今3つあるんだけども、なんだこれ、1個完全になくなって、完全になくなって、残りライフ1かな？ほら、弾が落ちてる。弾が違う。そう、この中にね、痕跡が、あれですね、この下の、うじうじしてるやつが痕跡でございます。で、こういうマップにあるね、なんつうの、ボムみたいなの駆使して、当たっていくわけですが。まあ、これ、3プレイ目ぐらいなんだけどね、ボスにたどり着く前にプレイヤーに襲われるんだよね。プレイヤーに襲われてボスにたどり着く前に終わっちゃうみたいなことが結構ある。なかなか難しいゲームです。で、ちなみにボスは NPC です。プレイヤーじゃないんでね、もう完全に NPC を買って戻ってくるみたいな感じかな。さあ、で、キャラもね、これキャラ、毎回採用してるんだけど、キャラもなんか自分でね、ポイント使って買うんだよね。で、死んだらもうそのキャラいなくなっちゃうんで、またポイント使って雇い直さなきゃいけないんですね。おっと、味方が追われてる。背中を打って入力していく。武器もね、この、なんだ、ラン、お、この人燃えてるぞ。はい、はい。ヘッドショット決めるとね、割と一撃で倒せるんで、これすごい大事。ヘッドショット決めるの。で、武器今のところ、セカンダリにリボルバータイプの銃。リボルバータイプにもいろいろあって、6発とか、6発の銃からなんか、弾をぶら下げた
なんだろう、マシンガンみたいになったリボルバーがあって、それだったら20発ぐらい撃てんのかな。ただリロードがめっちゃ遅い。でね、プライマリ武器はね、ショットガンと、まあ、ライフルだね。まあ、セミオートのライフル。フルオートの武器は基本的にないです。まあ、最初の方しかやってないんだけど。で、こういうマップにあるね、弾をゲットして、回復もね、使って。おっと、うお、目の前に、いた！めっちゃいてんだけど。おお、なんか味方がね、うまいですね。すごい助かる。結構、慣れてる人かな。まだ今日ね、初めてプレイするんで。こうやってね、このなんだ、サーチアイを使って、痕跡の場所を確認して近づいていくと。あと二つで、今雲追ってんのかな？雲追ってるんで、あと二つ痕跡を見つけたら、で、味方結構距離を離して詰めています。いや、人間がやっぱね、一番怖いね。さあどう攻めよう。あんま音を立ててると、ゾンビたちが近づいてくるんで。カラスがいるよ。うん。ちょっとしていく。あれ、鮮度もそんなに良くないんだよな。さあ、味方の位置が、ちょっと後ろにいるのか。なるほど。こうやって痕跡を見つけるたんびにね、ボスのいそうなところが、狭まっていくっていうね。ちなみにこれ、痕跡見つけなくても、なんかいきなりボスに遭遇することもあって、そしたらもうボスと対戦モードに移行ですね。痕跡全部見つけなくてもいいんだけど、痕跡探していった方が確実みたいな、そんなルールかな。さあ、燃やしていく。なんだあの、なんか、鎧ゾンビ。岩みたいなのついてる、岩みたいなやつ。で、どこだ？この中かな？うわ、なんか怖いな、これ。なんか嫌だな。あ、つか、あそこじゃん。入り口じゃん。あ、あったあったあった、これ。さあ、痕跡を発見して二つ目、解除していく。三つ目。どこ行きゃいいんだ？あっちか。味方と、味方もね、この人すごい上手い。うわ、なんだあれ。でっか。あんま相手しちゃうないな。ほっとこう。あ、起きた起きた起きた。あれ。よし、仲間してくる。ヘッドショットは強いっすね。うわ、なんか雰囲気が出てるよね、ほんとこのマップ。いや、雰囲気が結構怖い。ここだと一発じゃ倒せないの。おい、後ろ？おーおー、犬。ワンちゃん。ワンちゃん来てるよ。あれ、なんか固まった。あ、消えた。あ、奥の方にいるな。あとなんだ、なんか、一応スキルとか、死なずにクリアした場合は、そのキャラのレベルが上がりますと。で、レベルが上がったらスキルとかも覚えてくんだけど、まあ、死んだらもう本当にそのキャラ終わりなんだよね。だからなんか、レベル上がって、そいつ殺したくない場合は、別の人を雇って使うみたいな。なんか5人ぐらいまで雇えんのかな、一気に。5人ぐらい雇った時誰使うとか、そんな感じだったよね。なんだこの鎧ジャンプ。よーし、倒していく。おっと、最後の痕跡？味方が？マップアップデート。どこにいるの？ちょっと弾。弾もね、5種類ぐらいあって。あそこかな？あそこに多分、ボスがいます。なんかね、このマップ、ボス2人いるからまだ痕跡たくさん出てくるんだけど。多分あそこが、そこにいるな。ちょっとアイテムとかをね、集めておきたい。あ、これ。これいる。ハンドガンの弾かな。よし。お、なんだ、倒すの。おぉ、ショットガンか。味方。ショットガン強そうだよね。なんかもう最速で撃ってもこの例とか、まあ、一発一発、ちゃんとしっかり当てていかないと、きついですね。これはなんだ？これはなんか、対プレイヤー用の武器なんで、とりあえずちょっと適当に設置してみようかな。いった。なかなかなんか探索している。なんか探してるぞ。
お、なんかかかった。なんかね、結構ね、ギミックも多くてね、こういうランタン。これはもう火炎瓶みたいなもんかな。火炎瓶とかもあるし、さっきのなんか、足引っ掛けるような罠もあるし、あれはもうタイプレイヤー用だね。あと何あったかな。なんか、斧とかもね、あって壁壊すの使うらしいんだけど、もう全然なんか手対ゾンビにはあんま効果がなくて、さっさと銃で撃っちゃった方が、全然効率いいですね。でね、なんかランクも上がっていくと強い人を採用できるように、まあ、雇用できるようになって、最初からね、武器が強かったりするんだよね。サプレッサー付きのスナイパーライフル持ってたり、スコープ付きのね、スナイパー持ってたりとか、結構後半になると強くなってるのかもしれないけど。ある程度探索も終わったんで、ここかな？さっき光ってたの。ここっぽい気がする。あ、いるね。絶対上だ。上にいる気がする。どこだ、どこだ。火炎瓶投げたいんだけど、ボスに。いる。おお、いた！あ、いたいたいた。投げろ。よーし、当たって直撃。火炎瓶直撃して。あ、いいね、いいね。ボスゲージが左上に出てる。撃て撃て、ちょっと怖いんで、外出ましょう。結構減らした。あのなんか左上のアイコンの赤いゲージがね、おそらくボスの。で、火炎瓶、もう一丁持ってく。さあ、クムを燃やしに行くぜ。おぉ、目の前にいる。うわ、間違った。やれ。やれやれやれ。まだ行った。あ、燃えてる燃えてる。味方燃えてる。大丈夫か。あ、消してる。ちゃんと消してる。いや、早いんだけど、あのクム動くの。怖いな。ちょっともう一回火炎瓶持ってこようか。火炎瓶もない？火炎瓶不足だな。何これ、なんだこれ。ちょっと何に使うかよくわかんないけど、まあまあいいか。なんかここからガツンって罠とか出したりしない。これは人間用だな。下だね。銃でやるか。あ、いた。早っ。そう、動きめっちゃ早いんだよね。うわ、怖っ。いや、気持ち悪い、怖い。さあ、来い。どこにいる？なんか、結構あれだよね。動きが。いた、いた、いた。うわ、上だ。おぉ。いた、いた、いた。リロードがな、時間かかるんだよな。一発一発。右から入れてるよ、弾を。これなんだ、使えんのかな。このグレネード使えそうだね。これちょっとぶん投げておきたい。さあ来い。出てきたところ、やってやんぜ。いた！当たるかな？おお、結構食らった。すげえ、半分ぐらい減ったぞ、今の。よーし、もうちょっと。それ入り口めっちゃ燃えてんじゃん。あ、味方も燃えてる。結構燃え、あ、そっか、ライフゲージがなんか焦げてるし。半分ぐらい焦げてんだが。火早く消えないかな。もうちょっと、もう虫の息だぞ。さあ、行くぜ。虫の息の雲。どこにいる？ブッチャー、バニシング。ブッチャー倒された。もしかして。何を聞かんの？話しかけてた。押したか。いた。よし、あと一発。一、二発でいけそう。どこにいる？いや、よし、もう一発。よーし。お、これは、倒す。いって、何これ？ちょっと、めっちゃ痛いんだが。バニッシュザースパイダー。あ、倒した。おぉ、バニッシュしてくれたな、ほんと。そう、倒してね、その後なんかバニッシュってやると、このなんか左上のアイコンの右にパーセンテージがね、溜まっていくわけなんですよ。で、これが100になったら、なんかトロフィーみたいなね、あの倒した証みたいなのが出てくるんで、それをゲットしてマップの所定の場所で、脱出すれば勝ちみたいなね、そんなルールですね。
で、これ倒したっていうのはね、全プレイヤーに対してわかるんで、他の、なんだ、8人に対してどこに、私たちがどこにいるのかとか大体ね、違うわかるんで、ここからがね、怖いんだよね。こっちに攻められたりしたら横取りとかされちゃうんで、ちょっと気をつけていきたい。味方も結構周りを気にしてますね。弾。いや、こういう時こそ罠とか仕掛けてった方がいいような気がするな。あ、そっか、ここで弾ゲットするのか。なんだなんだなんだ。なんか音がしたぞ。さあ、37%。これね、やっぱね、単発だから耐震戦もなかなか結構めんどいんだよな。結構グダグダになるんだよね。お互いに弾がなくて当てられなくてみたいな。あとこれ、右クリックしてエイムしないと弾が出ないんですよ。腰打ちっていう概念がない。必ずエイムしない。なんか最初そう、それでさ、エイムしないで左クリック押すとなんか銃でぶん殴るんだよ。だからなんか腰打ち、胴打ちとかね、腰ダメ打ちしようと思って押したらもう銃でブンブン殴るもんだからさ、まあ当然相手離れてるから、一方的に撃たれて負けたりとかね、慣れてないせいでそんな変な感じになっちゃったりしたんだけど。隠れてる。めっちゃ隠れてるよ、この蜘蛛の巣のエリア。もうなんか、あ、さっきの音これか。人だと思ってたけど、雷が落ちた音ですね。さあ、70%も超えて、あと1分もすれば、バニッシュが終わって、持ち帰ることができるんじゃないか。これね、今の左クリック。なんかアイテムもね、結構いろいろあって、リクルートするときに、5人のうちから1人選べるんだけど、結構ね、高い金額払って雇うものの中には、いきなり回復アイテム3つ持ってるやつとかもいて、で、グレネード持って回復アイテムも持ってみたいなね、あと注射器持ってとか、結構アイテム、あ、アイテムもね、なんかお金払って別に追加購入とかもできるんだよね。スロットが2つぐらいあって、グレネードのスロットとアイテムのツールのスロット。で、なんか、投げナイフとか、普通のナイフとか、あと火炎瓶とかなんかいろいろね、アイテムあるんだけど、そういうのも買ったりできますね。雲がしぼんで、バニッシュがし、お、なんかアイコン出てきた。これを取ると。お、取った。初なんでね、ちょっと敵倒すのは。この人についていこうかな、したら。さあ行くぞ。どこへ向かってるかわからんが。どこに行きゃいいんだ。あ、上の方か。あ、そのマークね。こっちや。はい、行くぞ。この上の方のなんか矢印書いてるところ。ちなみにこの状態だとね、どのプレイヤーからも、私たちの位置がわかるんですよね。完全に位置がバレるんで、もう、遠くからでも撃たれるんだよ。結構ね、身を隠して、姿見られないように。おっと？あ、ゾンビか。ショットガン撃ってる。おお、びっくりした。終わりね。一発目外したよ。さあ、ついていけ。結構でも脱出口が近くていいね。あ、もうすぐそこだ。お、ここでこの秒数待てばいいと。なんかパッと見周りに敵がいないんで、これは逃げれるのか逃げれるのか逃げれるのか。デストラクションイン。おぉ、ニューライブトゥーダイアナザーで生き残ったぜ。ハントショーダウン。そんな感じのゲームですね。結構ね、緊張感あって面白いっす、これ。さあ、今回ね、他のプレイヤーと出会わなかったからね、簡単にうまくいったように見えるんだけど、なかなかね、結構人に横取りされたりとかするゲームなんでね。まあ、それを楽しむっていう点でも、なかなかハラハラしてスリルのあるいいゲームだと思います。
でね、これ今、週末、フリープレイなんだけど、今動画出す頃にはもう終わってるかな。価格がだいたい3300円ぐらいでね、お安いんで、ちょっと気になったらね、プレイしてみてください。で、今、ミッションのリザルト画面、なんかいろいろ行動を起こすとね、ポイントがもらえて、この、もらったポイントでね、キャラを、雇っていくと。キャラ雇ったり、武器を追加購入したり。段落していくとね、もっと上位の武器とかも購入できるようになるんでね。ほら、今回生き返ったんで、ハンターレベルがやたら上がってる。クリストファー・オスターリング。この人のレベルが上がっていくんですが、まあ、これ死んだらね、もう全部おじゃんです、ちなみに。次もう一回こいつ使って殺されようもんならね、すべてオージャンです。お、で、ブラッドラインランクってのが上がると解放される。ダイナマイトスティック。これが解放されましたね。ネクストアンロックトランク Q で、この上のね、コントラクト、グランドスラム。まあ、クモ倒して持ち帰ったみたいな。モンスターキルが28。そんなね、感じのゲームでございます。以上。